こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は生搾りオレンジジュースの作り方を紹介します。お鍋にお湯をいっぱい沸かしまして、この中にオレンジを入れていきます。このまま5分煮ていきます。茹でてる間もちょっと菜箸で転がしながら磨いてください。で、5分経ちましたので火を止めまして、取り出した後に氷水で冷やします。これで10分ほど冷やしていきます。10分経ってオレンジがしっかり冷えましたので取り出します。オレンジの皮を剥きますが、今お湯で湯がいたので手で簡単に剥けます。こんな感じで、すごく柔らかくなっているので簡単に皮を剥くことができます。これはグレープフルーツとか皮の厚い柑橘類はすべてできますので、ぜひ試してください。で、これを房を分けていきます。今日はジューサーで攪拌しますので、そんなに薄皮とかは取らなくても大丈夫なんですが、気になる人は薄皮を取っていきます。薄皮が気になる方はちょっと先っぽ切れ目入れて、ここでちょっと剥くこともできます。では中にオレンジを入れていきます。最後に蓋をします。で、スイッチを押します。攪拌が終わりましたので、このままでも十分飲めるんですが、舌触りが気になるっていう方はこし器でこしてみようと思います。出来上がりましたのでグラスに注ぎます。こちらで出来上がりです。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。